こんにちは、ひとひかりです。今日はね、もんちゃんとぶーちゃんのケージの掃除をしたいと思います。一週間ぶりですね。だいたい一週間に一度ぐらい掃除するんですけど、もんちゃんね、病院に行ってちょうど一週間ぐらい経ったかな。体調もね、安定して、このね、視聴者さんからいただいたスケスケのケージでね、観察しやすくて非常に助かっております。でもね、なんか初期不良でね、給水器なんか、つけた瞬間に、ボタボタ落ちてきちゃって、ね、給水器初期不良で、水がね、めちゃめちゃ漏れちゃって使えませんでした。なのでね、これ付け足しましたね。もともとあったやつ、おんちゃんが、起きてきましたね。このスケスケ感も見られるようになったのは、非常に、嬉しいですね。こんな感じでね、元気に過ごしております。このね、背中のまだらが消えないんですよね。もう一生このままみたいですね、もんちゃんは。あ、でも、ちょっと黒くなったかな、お顔が。不思議ですね。じゃあね、早速掃除したいと思います。掃除もね、多分楽にできると思いますね。ここを外して、じゃん。んで、どけると。いいですね、やっぱりフルオープンっていうのは。昔の衣装ケージも使いやすかったけど、今回のはさらに使いやすい。ちょっともんちゃん移動してもらおうかな。虫かごにね。これちなみにね、お家新しくしました。綺麗でね、いいと思いますね。あ、早速かじってるけど。入り口もね、広くしました。なんか狭いと頭の毛が剥げちゃうって先生が言ってたんで、広くしましたね。このね、紙の床材も視聴者様にいただいて本当に嬉しいですね。めっちゃ掃除が楽で、このケージと紙のコンボがね、めっちゃ掃除楽ですね。めっちゃうんこ溜まってる。水洗いしてきました。いやー、めちゃめちゃ楽ですね。そんなに掃除って楽なんだって思いましたね。ハムスターケージだと。やっぱ衣装ケースね。衣装ケースも結構掃除しやすい部類だと思うんですけどね。めちゃめちゃ楽で、多分半分ぐらいの時間で終わりそうですね。で、今回はね、この、なんだっけ、クリーンケージ460に付属していた床材使いたいと思います。これもね、紙の床材ですね。柔らかクリーンマットってやつ。まあ、試供品みたいなやつかな。これ使いたいと思いますね。マルカンから出てるやつ。少な。あれ、少ないけど、触り心地めっちゃいい。なんか、トイレットペーパー濡らして乾燥させたみたいな感じだけど、触り心地はめっちゃいいですね。なんか、匂いも、なんか爽やかな匂いする。人工的な匂いするけど大丈夫か。ちょっと少ないな。ちょっと少ないんで、キッチンペーパー敷こうかなと思いますね。こんな感じで半分半分ぐらいでいいんじゃないかな。ちょうどいい。まあ、こんな感じでいいかな。で、蓋かぶせて。これめっちゃいいですよね。撮影しやすいし、管理もしやすい。強いて言うなら、もうちょっと大きい方がいいかな、ケージ。サイズがね、この一サイズしかなくて、多分時間経ったら大きいサイズも出てくると思うけど、そこだけはちょっと難点かな。で、あと給水器のね、初期不良はいただけませんね。
それはしっかりしてほしいですね。じゃあもんちゃん呼びますか。家を置いてドーン。めっちゃうんこしてる。初めての環境なんでね、まだ慣れないかもしれないですね。ケージも床材も新しくて。円ばっかあげてます。ほら遊んでおいで。ほれほれ、ダメですね。これ隣にね、昔のお家用意してるんですよ。いつでも遊びに行けるように。ここにね、小窓があるんで、いずれかパイプでつなげて遊ばせてあげたいと思いますね。自由に欲しいですね。ブーちゃんが暴れてるけど、ちょっと待ってて。これ半分ぐらい出ましたね今。もうちょっとキッチンペーパーちぎって入れてあげた方がいいかもな。見て、おお来た。微妙に乗ってくんないけど。やっぱね、このスペースがお気に入りなんですよね。まあ、しばらく遊ばせてあげたいと思います。じゃあね、次はブーちゃんのケージの掃除します。起きてますね。こんなに汚しちゃって丸洗いが必要なんですよね、ブーちゃんは。ここがちょっと大変だけど頑張りたいと思います。ブーちゃんめっちゃ逃げるんですよね。あんま逃げない。おこのキノコハウスもね、めっちゃ詰めて使ってくれてるみたいですね。ひんやりしてていいですね。視聴者様からいただきました、ありがとうございます。ちょっとどいて。簡単に捕まえられた。ちょっとね、待機してもらって床材交換します。あとね、水洗いしてきますね。完成ですね。こんな感じでいつも通りブーちゃんのケージは掃除しました。じゃあね、早速来てもらいましょう。ドーン。まあ、特にね何も変わってないんですけど、綺麗になったかな。ブーちゃんね、最近噛み癖が出てきちゃったみたいで、多分発情してるのかな。オスってことがね判明したんで、結構ねいろんなとこかじってるみたいですね。毎日夜中爆走してますけど、ほらめっちゃ逃げるんですよ。何もしてないけどね、ブーちゃんはねやっぱりロボちゃんだから怖いのかなって思って、手乗りのね練習とかもしてませんね。特にお詫びのおやつをあげたいんですけど、
け取りましたね。一瞬。そんな早く食べる。まあね、徐々にピンセットで慣らしてあげるのもいいかもしれないですね。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ハムちゃんのケージの掃除をしました。ご視聴ありがとうございました。ヒノキア入れるの忘れてましたね、完全に。上からまぶす。ふりかけ方式でね。